が、首が、こんにちは。首がしまって、でもこれ着てあったかくなりました。さっきは、寒かったんですけど。やほー。今日は寒いんですよね。関西弁ではないですね。こんにちは。こんにちは。関西弁はまだ映ってません。こんにちは。夜公演楽しかったです。ありがとう。夜公演はね、ゆきのの生誕祭です。ついてないの？どうなんだろう。ここついてるのかな。ついてない気がする。ついてないよね。めっちゃ寒い。寒いよ。劇場もなんか外と同じ。ゆきのの生誕祭にお祝いします。一緒に。なんで皆さんもよかったら DMM と劇場公演で一緒にお祝いしましょう。なんか外は風が吹いてるからなんかね、ショールームがリップを塗ってもなんか、ね、なんか同じ反応しないんですよ。なんかそう、なぜかわからんけど、なんでかな、わからないけど、どうなんですかね、わからんけど。そうなんです。だからいつも朝のね、ショールームする前もめっちゃ朝やってます。どうかって感じて、こっちが寒いのかな、どっちだろう。こんにちは。どっちが寒いんだ。ヒルコの使い手もありがとう。今日はね、寒いギャグ言ったくらい寒い。あと1公演、昼夜公演だったのであと1つです。ユシミと流れ星初めて劇場見たよ。あ、ありがとう。なんか言おうと思ったんですけど、もう何も思いつかない。初めての方もいるのかな。ふみたん、ヒルコありがとう。ありがとう、アンナちゃん見えてましたよ。ありがとう。こんにちは。昼公演行ったよ。3列目の真ん中にいます。あ、ありがとう。ピオタン。雨が降ってくれてたの？多分。分からへん。なんかね、降ってくれてましたか？分からないけど。ナンバーで夜公演できてた。あ、ありがとう。探しますね、後で。もう感動しないと思いましたね。やっぱり、そうですね。タンポポの決心はね。感動しますよね。ムーグの時バタバタしてる上に全然ですよ。雨もバタバタしちゃうのでね。ミイクの順番早かった中に2番目でした。あの、昼公演の前のメイクはさ、髪の毛もやり直しやし、メイクも一からやけど、夜公演はそれを直すだけなんでね、時間はそんなに使わないので。はい。こんにちは。嫌なところ言ってやろうと思ったんですけど、ちょっと思いつかなかったです。こんにちは。ちら夕方もバイ、ありがとう。夕方も頑張ります。ほんまに寒い、ここ。赤ママの流れ星めっちゃ可愛かった。ありがとうございます。またね、ピンクできるように頑張ります。はい。じゃあなんか車崎神社に行った時の着物はどうやって来ましたか？レンタルのところで着付けしてもらいました。夕方も頑張って、ありがとう。ハミタのボード振ったよ。あ、見つけましたよ。ありがとう。ちゃんとね、見てましたよ。はい。今日は魂だけ届けた。ありがとう。じゃあね、DMM の向こうまで届けられるように頑張ります。出てね。うちは日本持ち上げしないと OK。全然、ありがとうございます。思いつかないもん。そういうとこは固定部屋の強みで、うん、確かに。でもな、固定部屋直しました、さっき。はい、ゆるくなってたので。はい、あとはね、ゆるくなってっていうか、踊ってるとモハモハなってくるからね、それを直してました。ピンクの着物かわいいね、ありがとう。めっちゃ悩んねんけど、薄い着物か濃いピン、あの濃いピンクの着物か悩んだけど、結局ね、濃い方にしました。ちょっと薄いな、大人っぽすぎました。うん、知り合いのアミタンを知らなかったと隣でしたびっくりした。ね、隣でしたね。なんか今日はね、アミタンクラブの方が2人ずつ座ってる方が多い気がしました。気が。しのすけさん、リンゴさん、ありがとう。そうなんですよ。待ってな。シジマールさん、高秀さん、まきまきちゃん、ジョエルさん、日高浩二さん、のぶきちさん、ていていさん、
オオミさん、カニさん、ゴールドさん、ナチュラルさん、鉄メガネさん、アンナちゃん、てっちゃん、ランディさん、チョエルさん、オオミさん、テイテイさん、トモタンさん、エリアスさん、モモクマさん、オオミさん、鉄メガネさん、ユイちゃん、鉄メガネさん、しのすけさん、まきまきちゃん、ユイちゃん、ありがとう、ギフト。ありがとう。寒い。お疲れ様です。ヒルコイン、ありがとう。久しぶりのヒルコインで楽しかったね。楽しかったですね。久しぶりに会いましたね。なんか久しぶりに会った気がした。ありがとうございます。よかったね。ほんまに皆さん、ありがとうございます。ヘビアハート、ありがとう。ありがとう。みたいな体力的には余裕かなって大丈夫やで、体力は大丈夫やけど、なんかなんていうの、体力は大丈夫なんですけど、はい、何やろ、ドキドキってやつね、ドキドキ。そうそうそう、休憩生のね、1週間たまにマイク、マイク1週間記念やばい、マイク周り1週間前にデビューしたことになっちゃう。どういうこと、たまにマイク周り触ってませんかって、どういうことや。受付マイちゃんの流れ星は神だった。やった、ありがとう、頑張ります。もっとね、可愛くできるように。夜かな、なんか片方はね、こんにちは、なんか思い出して分かった、どういうことか、疲れた時じゃなくて眠たい、眠たいです。はい、ぜひ当たりますように。こんにちは、なんかこうやってなる。昼公演前のメイクも目がトロトロしてずっと、なんかね、髪の毛を触られると眠くなるっていうのを何回か言ったことがあるんですけど、だからずっとこんな感じだった、昼公演の前のメイクで。前髪のアイロンするときにちょっと熱くなるから、あ、やけどしちゃうから起きててねって言われて、ちゃんと起きました。昼公演終わりは眠くなるんですよ、いつも。なんか目の奥が熱くなるんですよ、眠たい時って。あと雨はドライアイにもなる、なぜか。後輩できたらなんて言ってた、なんでもいいです。はい、だけはわかりやすい。よーよーさん、デューも先輩のことなんかな、あだ名プラス3っていうの。次涙も授業でできるようになるんだって。あいつでも待ってるで、呼ばれそう。いつも待ってるよ。ガジガジ音が入ってるからじゃない、確かに久しぶり。じゃああれかな、もしかしたら当たったりしてるのかな。ガサガサ音がしたり声がこもったりする、ね、ああなるほどね。触ってるつもりはないんですけど、もしかして触ってるかもなので、夜公演ちょっと気をつけてみます。ありがとうございます。なんか早く来ないかなって、待ってるよ。予定が空いたらいつでも来てね。中継です、ありがとう。皆さんこんにちは。昼夜公演楽しかったか、あ、昼公演楽しかったかね、楽しかったですよ。夜公演はね、ゆきののセーターなので頑張ります。寒いよね、今日はハーフスインが後ろの方が正解、わかりますか。なんかな、だからちょっとここがはちょっとね、はい、髪の毛がなく見えちゃうんですけど、見ないでください。ほら見て、やばい、眠くなってきた。いやなぁ、マイクってこと、こっちのマイク、え、あ、こっちじゃなくてこれですか。それは多分アミが持ってる手がマイクの方なんですよ。ごめん、じゃあちょっと反対の手で持つわ。振らないのか、大阪は。静岡は場所によりますね。うわぁ、ほら、ごめんね、なんか加工してるみたい。そういうことか、こっちね、こっちのマイクが鳴ってたんだ、ごめんなさい。面白い。次は27日当たったら行くね。あ、ありがとう、待ってます。ありがとう。ほら、はい、ほら、やばい、ね、ね、ね、いやどっちがいいですか。ありがとう、これ、これ今の音がガシガシします。あ、ごめん、やっぱりじゃあちょっとこれ右で持つのやめますね、ごめんなさい。ちょっと置いた方がいいんですけど、ね、これと、これ下アングル。こんにちは。これで行ったら多分ガシガシなら、
すごいね。旧規制公園ヒロール申し込んで、あ、ありがとう。去年ね、絶対当たる券を持ってる方もいるかもしれない。スマコネが、スマコネ可愛くて何回も聞いたよって、あ、嬉しい、ありがとう。珍しい角度な、珍しいな。タミは基本ね、朝配信の時はいつもこれぐらいの角度なんですよ。昼公園、そうだけど、ちょっと皆さんのお耳があれになっちゃうので、これでいきます。こんにちは。やばい、やばい、いくー。あ、でもこれ取ると寒い。こんにちは。しょうがない、つけよう。あ、下につければいいか。こんにちは。ほんまに、なんかさ、首がないように見える。なんか亀みたい。亀の、亀さん、亀の甲羅。やっほー、こんにちは、はい、こんにちは。やばい、ちょっとね、なんかね、寝ぼけてるっていうか、なんていうん、寝ぼけるっていうよりも、なんていうか分からへん、ちょっと、なんて言ったらいいか分からんけど、絶対当たる件あるけど、仕事なので泣いてて、それはよしよしですね。茶色とか赤とか、かわいそう。金とか言ってください。赤ちゃん、赤っていうか、よしよし。去年は見なかったけど申し込みました。当たるかな、当たるように願っておきます。願います。なんかこの角度めっちゃさ、眉毛濃く見える。多分ね、光の鍵なんですけど、え、なんかノリ貼ってるみたい。こうしたらまだ虫やん。ちょっと見て、だんだん、え、やばい。え、嘘やろ、なんで。でもさ、あ、光なんかやばいな。なんで、やば、ノリやん。ノリ貼ってるやん。え、ノリ貼ってますかみたいな。え、ほら、なんか書いてるみたい。金がいい。え、ギャル化です。これやったらまだわかるやんけど、見て、豆芝みたい。今日の公演、東京から。ちょっとこの辺からにしとくわ。ありがとう。東京からはめったに来れなそうですけど。確かにな。やんな。え、なんで？とりあえず、誤解されないように、これこの角度からいきます。まだまだまし。エフェクトのせいじゃなくて、違うんよ。ほら、中学生って中学生です。中学1年生13歳のアミタンことミノタンです。あ、これなら生きる。こうしたら、あ、ダメだね。でもこっちに近づいてあかんのか。これ、でもこれもできる。これぐらいならまだ許容範囲ですかね。わかんないです。わ、なんかめっちゃ太かった。すごい。でもなんかこういうのあるよな。なんかさ、のりを貼ってペリペリ剥がしたら、もう勝手に色がついてるみたいなのがあるんですよ。こっちかな。そう、影で見るとワニになるんですよ、多分。こんにちは、こんにちは。ん、どうやってやってたっけ。わかんない、わかんなくなった。確かに眉毛太く見えるね。あ、待ってな。タカさん、サンキュー PM さん、てっちゃん、デイビッドさん、ピロピロさん、ベリマユさん、ランディさん、てっちゃん、ゆずりさるさん、まきまきちゃん、ベリマユさん、ゆきのんがね、ちょっと、主役なので、ぜひ、あ、ゆきのん、家族連れで行けるくら寿司さん、ゆいちゃん、でつめがねさん、ありがとう、ギフト。来てくれる方は、ありがとう。一緒に盛り上げましょう。小学生を見たら子供だなって思うようになったって思わんな。なんか最近の小学生はむっちゃ身長が高い子が多いんですよ。だから身長高い子多いなと思うことが多いです。邪魔すんでてありがとう。邪魔するなら帰って。はい、行きます。13位から行きます。13位ひのさん、ありがとうございます。12位ゆっきーさん、ありがとうございます。眉毛つながって見るときあるの、多分前髪がこの眉毛のラインと一緒やったら、前髪が、眉毛がつながって見える。10位
にいる。てつくん。これもね、きっと架空とかなんですけどね。9位、タイラマさん、ありがとうございます。そう、あの難しい。1位、ともたんさん、ありがとうございます。こんにちは。15分だったって。早いですね。でもそろそろちょっとね、歯を磨いたり、用意しなきゃいけないので、終わりたいと思います。すごい。みずきさん、ありがとうございます。13位、あ、待って、はい、授業日が終わってからにします。マツさん、ありがとうございます。1位、しじまるさん、ありがとうございます。8、8、8だって、ありがとう。あ、みんな、ここに入ってから8、8、8でパチパチっていうのを知りました。ねえ、すごい、ほんまに活用していこうと思ってます。楽しみましょう、うん、ありがとう。あとでまた会いましょう。みんな眠たいよな。みんな眠たいって言ってた。またね。バイバーイ。バイバイ。はいはい。はい、では読みたいと思います。13位、てっちゃん、ありがとうございます。12位、のぶきちさん、ありがとうございます。11位、まきまきちゃん、ありがとうございます。10位、日高浩二さん、ありがとうございます。9位、ベリマヨさん、ありがとうございます。8位、エリアスさん、ありがとうございます。7位、テイテイさん、ありがとうございます。6位、オオミさん、ありがとうございます。5位、鉄メガネさん、ありがとうございます。4位、サンキュー PM さん、ありがとうございます。3位、しのすけさん、ありがとうございます。2位、ジョエルさん、ありがとうございます。1位は、じゃか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 。じゃじゃじゃん、ランディさんでした。ありがとうございました。ランディさん、ちょっと、少し撮るわ。明日よければ。遊びに来てください。ということで終わりたいと思います。夜公演もよろしくお願いします。